さあ、オリックスですけれども、今回の内容は森友哉の打順ということでございまして、まあキャッチャーのね、出場が出番が、今年は増えそうな、そんなね、加入2年目の2024シーズンになるんですが、まあ去年はね、森さんといえば一番こう打席に立ったのは4番でしたけれども、果たして今シーズンは何番を打つのかということで、改めてですね、この森友哉選手の最適の打順、まあ個人的な見解も踏まえてちょっとお話をねしていこうかなというふうに思うんですけども、まあもちろんね、森さんだけじゃなくて、サムネの通り西川龍馬選手もね、ちょっとこう関連付けて、お話もできればなというふうに思っているので、この二人ね、まあメインは森さんですけども、そこに付随して西川龍馬選手の、最適のスタメンというところもね、打順というところも、考えていけたらなというふうに思います。で、まあ森さんに関しては近のね、まあ、練習試合とか紅白戦見ると、例えばね、2月の24日、横浜 DeNA の、2軍とのね試合では4番 DH で出場しましたし、楽天モンキーズ戦ですね、その翌日は、3番で出場しました。そして、直近ね、昨日の、宮崎ベースボールゲームス、ロッテ戦ですけども、森さん3番ということですが、ここに関してはまあね、あんまりその打順に関しては意味合いがそんなに強いのかどうかっていうところなんで、これで言うと西川龍馬選手がね、まあ2番に入ったりとか、1番に入ったりというところで、まあ結構ね、2番に入ってるタイミングが多かったりもしたので、2番にね、西川龍馬選手を予想する、期待する方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、まあ、当のね、龍馬自身はですね、もう何番でもいけますよ、というふうに、ある程度、どこの打順でもできる自信はありますよ、というふうに言っていて、非常に力強いね、まあ、コメントを、いうところで、まあ、中島監督がね、去年どころか、基本的には打順を固定しないっていう、もう本当にその時に、いい選手を、いい打順で使っていくっていうような、夫人でですね、3連覇したっていうのも知ってると思うので、そこも、視野に入れながらね、どこでも大丈夫ですよというふうに言ってまして、まあカープ時代はね、3、4、5が多かったですけども、まあオリックスに来るとね、1から5番この中に、どの試合もね、当てはまるんじゃないかっていうのを、僕の、まあ、見方ではあるんですが、ここでですね、まあ、開幕のスタメン、中島政権での3年間ね、ちょっと見ていこうかなというふうに思います。まあ直近のね、まあ、僕の開幕スタメンの予想っていうところで言うと、1番に西川龍馬選手を入れまして、森さんは5番に入れてました。まあ、7番にね、トーマス選手を入れてたんですけど、まあ、ちょっとここ最近広岡選手が非常に調子がいいということで、開幕のスタメンで広岡選手を使ってもなんか面白いんじゃないかなけども、ここをね、2番に龍馬にしたりとか、逆に言うとね、トモヤを2番にしたりとか、まあ、いろいろね、人によって本当分かれるので、好みが違うというか考えが違えばね、打順も変わってくるということなんですけれども、まあ、直近のねスタメン予想と照らし合わせながらトーマスだけ入れ替えたっていうような形になってます。で、これでいくとね、まあ、5番に森友哉選手というふうな、まあ、並びにはなってるんですけども、まあ、ここはね、まあ、森さんキャッチャーの出番が増えると、どうしてもね、3番になってくると初回に回ってくると、で三者凡退になった時に急いでプロテクトつけて、先発ピッチャーの球を受けてっていう、その初回がすごく忙しいね、まあ、ことを懸念されてる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思います。で、まあね、こう初回だけじゃなくて2回3回と打線の、流れ的にね、それはやっぱり大忙しの時をキャッチャーありますが、3番になるともう毎回初回は固定で忙しいっていう風になっているので、まあ、それだけでもね、避けた方が負担にならないんじゃないかと、まあ、試合数もね、50試合ぐらいでしたからね、去年60試合も行ってないですから、ここからまあ増えるんじゃないかと、若月選手もやっぱこう懸念するぐらいですから、そこに関しては、ファンの方もね、首脳陣の方もこうケアっていうところでね、なるべくこう負担なくっていうの、感じで行ってると、いうところでね、3万じゃない方がいいんじゃないかっていうのもね、いろんなこう記事とかでも、上がってましたけれども、果たしてここはどうなのかということですね。で、中島監督に関しては、まあ、本当に終盤になるとね、どういう打順になっていくのかっていうのは変わっていくんですけども、本当ね、オールスター前ぐらいまでは、とにかく実験、実験、実験ということで、去年のね、主力とか、まあ、吉田正尚とかね、そういったこうスペシャルな選手を除いて、基本的には、これ打順見ていくと分かる通りですね、まあ、1番に福田選手、2番に宗選手ってやってますが、まあ、最終的にはですね、去年もね、周平が、出場しなかったりとかも、まあ、ありますし、全然開幕とその最終戦のスタメンってもうゴロゴロ変わってるわけですよ。ってなってきた時に、もうとにかく実験をして新戦力の発掘であったりとか、昨年までのね、主力のこう使えるかどうかの確認っていうのをやっていくのが、中島流の用法なので、ね、開幕スタメンだからといってそれでずっと続くかっていうとそうではないんですけども、まあ、個人的にはプロテクト云々の前にですね、シンプルに5番の方がまあいいんじゃないかなっていうふうには思う
ですね。で、まあもちろんね、あの3番だったりとか2番だったりとか、まあ、見方はできるんですけど、まあまず紅林選手がですね、非常にその3番がもうマジでいけそうな雰囲気が漂っているというところですよね。で、なので、まあ、開幕含めて序盤のところは3番ショートで任してみてもいいんじゃないかっていうのと、まあ、単純に、あの、キャンプ中、あるいはライブ BP だったりとか、調子がいいっていうのももちろんあるんですけど、やっぱ去年の後半戦ぐらいからですか、まあ、非常に、紅林選手もですね、オリックスの中でもコアになってきてるというか、もうなくてはならない存在にはなってしまっているので、まあ、そこからもう今までを見ると、ちょっとやっぱクリーンナップ主軸、しかも3番っていうところはね、まあ、少なくとも5番には、入っていくんじゃないかなっていうふうに思いますし、本人もね、3番にはかなりこう、気合が入っているっていうところを考えると、まあ、3番ショートは紅林選手なのかというふうに思います。そうすると4番か5番なんですけど、まあ、4番に関してはね、頓宮選手にも中島監督が珍しく名指しでね、もういけるでしょということで、まあ、言っているので、そうなってくると2か5なんですね。2番か5番であるということですよ。で、2番に関しては西川龍馬しかり、中川圭太しかりっていうところがあるんですが、やっぱね、森さんに関しては、やっぱ頓宮の後っていうのもすごく大事ですし、敬遠されないっていうのもありますし、その後にもラオウなんですね、森さんの。この布陣に行くと、めちゃくちゃやっぱここ重量になってるんですよ。で、やっぱりこう出塁率も含めて西川龍馬選手とか中川圭太選手とかがですね、まあ、塁に出て3、4、5、6で返すっていうのが結構イメージとしてはいいのかなっていうふうに思いました。そうすると、まあ、森選手を出塁にするよりかはですね、まあ、こうライナーを返すっていうような役割の方がまあいいんじゃないかなっていうふうに思ったので、西川龍馬選手はどっちもできますから非常に万能ですよね。そうなってくると、まあ、ケイタも同じようなタイプですからね、ここの似たようなタイプを2人入れてですね、3、4、5、6ということで消去法でなんか5番の方がいいんじゃないかなっていうふうに思いました。で、正直ね、3番も5番も1人ランナー出たら全然回ってくる可能性があるので、ね、そんなにね、なんかこうプロテクトって、もちろんね、回ってこないに、ね、欲したことはないわけですよ。負担もないんです。やっぱ毎試合毎試合キャッチャー出るわけでもないですし、若月選手っていうね、素晴らしいキャッチャーももう一人いますから、まあ、そういった面で言うと、DH だろうが、キャッチャーだろうがですね、まあ、5番で、使う方が僕はいいんじゃないかなというふうに思います。ってなってきたときに、じゃあ1番にケイタ、2番に西川龍馬の方がいいんじゃないかっていう、パターンもあるんですよ。もちろんそうですよね。ケイタが出て、西川選手が返すっていうパターンもあるので、そこもすごく面白いかなっていうふうに思うんですけど、まあ単純に、まあランナーとして出る確率が非常に高いのが1番の西川龍馬選手なのかなっていうふうには感じたので、まあ、ここのところはね、すごく今でも話しながら、結構悩む部分ではあるんですが、まあ1番ケイタでも2番龍馬でも全然面白いのかなっていうふうに思って、まあここを変えたりとか、あるいは1番に太田亮選手を持ってきてですね、7番あたりに中川圭太っていうすごい贅沢な、打順を組む可能性も全然あるので、ここに関してはちょっとこうね、考えていこうかなっていうふうに思うんですが、まあ、直近の予想はね、1番にしてますが、僕はなんか2番西川龍馬とかも面白いのかなっていうふうに感じましたので、そういった面で言うと、西川龍馬2番に、そして森友哉も5番になんか添えていくと、なんか非常にいいのかなっていうふうに思いました。まあ、中島監督もね、結構1番は、遊び心満載で、起用することが非常に多いので、まあ、そういった面でも、西川龍馬は2番にやった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうすると、まあ、消去法で森友哉さんが、まあ、5番になるんじゃないかなというふうに思うんですが、当の本人はですね、開幕投手がソフトバンクの、有原投手に決まったということで、ぶっちゃけその1年間投手戦うっていうのは誰でもいいですということで、非常に力強いコメントを残してるんですけど、オリックスに加入するときはですね、吉野部は本当対戦して嫌だなと思ってたということで、そういったことを言っていた方がですね、正直誰でもいいっていう、ね、非常に力強いコメントを残しているということで、いかに吉野部がスーパーだったかっていう話でもあるんですが、非常にね、龍馬、友哉ともに FA 選手が非常に期待を持てるようなコメントを残しているというところなので、どんなね、スタメンで組んでいくのかということなんですが、森さんに関しては、去年は4番が、その次が3番がね、出場数は多かったっていうような、まあ、形にはなってるんですけど、まあ、打てるキャッチャーとしてですね、直近見ていった時に、まあ、安倍さんだったりとか、大城選手がですね、これ森さんと同じ28歳ですよ。このタイミングでどういう成績を残したのかっていうのちょっと気になったので調べてみたんですね。これが表にまとめていったということなんですが、安倍さんに関しては、一番、打席数が多かったのが6番。でしたね。139試合にキャッチャーとして出たんですけども、6番が、多かったですし、大城選手に関しては、まあ、僅差でですね、8番という、基本的には下位打線というような状態でした。まあ、なので、まあ、3番、4番ね、まあ、ここの表の中では一番こう上の打順ということなんですけども、
去年のですね、まあ、こうオリックスのスタメンの中で最もですね、この2から3、4、5、の4つの打順で一番こう打席数を、踏んだ選手が誰なのかちょっと調べてみたんですね。これご覧の通りということなんですが、まあ、宗選手の47試合っていうのは極端にね、3、4、5に比べると試合の数が少ないんですけども、見てもらえると分かる通りですね、3番の中川圭太が74試合、そして森友哉が71試合、頓宮が81試合ということで、まあ、大体ね70試合ぐらい超えると300ちょいぐらいなんですね。基本3番も5番もそんな変わらんぞということなので、まああんまりね、プロテクトがうんぬんがとかキャッチャーがっていうのは気にせずですね、本当に最適な打順っていうのを考えていけばいいんじゃないかな、まあ、そう思うと、まあ、重ね重ねにはなるんですが、やっぱり森さんは5番の方がなんか僕はスッとくるんじゃないかなっていうふうには思いましたので、1番太田亮、2番西川龍馬、3番栗林、4番頓宮、5番森、6番ラオウ、7番ケイタ、最強のね、打線組めてますよ。なのでそのあたり含めてね、まあ僕の、個人的なスタメンとしてはそういう並びの方がまあいいんじゃないかなっていうふうに思いましたので、今回ねちょっとトリカー使ってみたということでございます。やっぱ開幕のスタメンとか見ると外国人がほとんど入ってないんですよね。なのでちょっと広岡選手マジであるんじゃないかなっていうのも密かに思いながら、楽しみに待っていけたらなというふうに思ってます。ということで今回の内容はね、森友哉選手と西川龍馬選手の最適な打順は何番なのかというテーマでお話をさせていただきました。2人ともね非常にスローというか、それぞれマイペースにですね、なんか主力ですから調整を続けているというところなんですけども、徐々にですね状態が上がってきているというか、モードが入ってきてますのでね、みんなが森友哉選手、西川龍馬選手、この2人ね最適な打順は何番なのか、ぜひコメント欄通じて教えてもらえたらなというふうには思ってます。ということで今回のお話は以上とさせていただきます。最後までですね聞いてくれて本当にありがとうございます。次回も、オリックスについて語っていこうかなというふうに思いますので、チャンネル登録であったりとかグッドボタン、そしてツイッターのフォローなどでですねこのチャンネルを応援してもらえると本当にね嬉しいのでよろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。